平野紫仕様、戸部所属発表から間もなく1ヶ月、カフェでの涼しげなプライベートショット投稿に見る新たなスタートとファンとの絆。日本全国が国書に見舞われる中、国連事務総長のグテレスが地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が来たという厳しい警告を発している。 しかしこの暑さの中で、ある人物が清涼感あふれる写真をインスタグラムに投稿してファンを楽しませている。それは、フォロワー360万人を誇る平野仕様である。平野は戸部所属の発表から早くも1ヶ月が経過し、彼の新たなスタートとファンとの絆を示すかのような写真を披露している。平野仕様は多くの人々に愛される人気アイドルであり、グループ。 キングプリンスの一員としても活躍している。彼が新たに滝沢秀明による新会社と部に所属することが発表されてからもうすぐ1ヶ月が経とうとしている。この間、彼に関する目立ったアナウンスはなされていないものの、ファンは待ち望む続報を期待している。平野の新たなスタートにファンが注目する中、 彼は夏の暑さを和らげるような涼しげな写真を自身のインスタグラムに投稿した。写真ではカフェで涼んでいる彼の姿が捉えられている。彼は皆さんいかがお過ごしですか夏、しょすぎませんか昔こんなに暑くなかったですよね。とフォロワーに投げかけ、この涼しそうな僕を見て涼んでください。とカメラ目線でレモネードと思われる飲み物を飲む姿を披露している。 その横顔からは、彼自身も夏の暑さに戸惑いながらも、ファンに癒しを届けたいという思いが感じられる。写真の中で、平野は悪儀に目線を外したり、運ばれてきた料理に満面の笑みを浮かべたりと、楽しげな雰囲気を見せている。これによりファンは、彼が新たな環境でのスタートを楽しんでいることを感じ取ることができるだろう。そして彼の投稿には、 体調を気をつけてという心遣いの言葉が添えられており、これに対してファンからは、く君も体調に気をつけてね。こんな紫をく君を見てたら、涼むどころか暑くなっちゃうよ。この夏はレモネードで決まり、といった暖かいメッセージが寄せられている。平野の新しいスタートに加えて、とべという新しい事務所に所属することがファンにとっても興味深いトピックとなっている。 人牛自由太と共に所属が発表され、その後は三宅健やアイムプエの7人の所属が明らかになっているが、それ以降の詳細な情報は発表されていない。ファンは、戸部所属となった平野がこれからどのような活動を展開するのか、そして新たなグループとしての活動に期待を寄せている。平野潮が新たに戸部に所属してから間もなく1ヶ月が経過したが、 彼はファンとの絆を大切にしつつ、清涼感ある写真を通じて彼自身の新たなスタートを示している。ファンからは温かなメッセージが寄せられ、彼の活躍に対する期待が高まっていることが伺える。飛べ所属となった平野の今後の活動に対する期待は非常に大きく、彼の成長と新たな挑戦に目が離せない。 ファンと共に、平野市要がより一層輝く未来に向けて歩んでいくことを期待している。